こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは渦中のゴタゴタの原因ということでお送りしたいと思います。今回はですね、まあ家の中で起こるいろんなまあゴタゴタというか、結構家庭内のいろんなまあ事情を抱えている人というのは、おそらくもう抱えてないという人の方がさすがに少ないのではないかというぐらいに、だいたい人がですね悩んだり葛藤したりする内容というのはですね、家庭の中で起こっていることが多かったりするわけです。もちろん仕事のこととかね、家庭じゃないところで起こることも多いんですけども、意外にその家庭の中でいろんな、例えばね、夫婦仲が悪いとか親子仲が悪いとか、なんかいろいろ親戚でいろいろ揉めるとかね、いろんな問題なね、兄弟がいるとか、いろいろあると思うんですけども、結構これ多いんですよね、こういう事情というか悩みを抱えていらっしゃる方は。まあ人間がね、一つ屋根の下で暮らすということは、いろんな軋轢がまあ生まれる。いくら血がつながってるとか、いくら家族だからといってですね、まあ人それぞれの個人の人格があり、自我がある以上ですね、いろんなそこにですね圧力が生まれるのは、まあこれはしょうがないことなんで、全てが全てスピリチュアル的な意味があって、全てが全て的な何か原因があるんだということではありません。まあ起こるものだと、多少なりとも、それはもちろん前提として踏まえるんですけども、なんかやたらと家庭の中でゴタ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 するなと、ごちゃ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 するなということがまああるなと。うちはなんかどこも、うちのね家計はどこの親戚もなんかごちゃごちゃしてるなぁと感じることってある人もいると思うんですよ、結構ね、うん、私なんかも結構いろいろ感じてはおるんですけどもね。だけどもまあそれはね、もう仕方ないと受け入れなければならない部分もあるものの、やっぱりその背景を探っていくと、何に突き当たるかというと、まあ霊的背景ですね。つまり簡単に言うと、我々のその家系の霊界に干渉しているエイビルガイストというね、ものが、エイビルガイストというのは、まあ、言うなれば霊界にネガティブな干渉を与えてくる存在のことを総称して、エイビルガイストと言ってるわけですけども、そのエイビルガイストというものがの存在をやはりちょっと疑ってみなければいけないケースというものもあります。で、まあ、いろいろエイビルガイストにも種類があるんですけども、家の中がゴタゴタするね、家の中がゴタゴタする原因で一番多いエイビルガイストって何かというと、祖先霊なんですね、やっぱり。それまあ以前もちょっとね、アンセスチュアルサルベージの話をした時に、まあそういうそれとのつながりの中でいろいろと起こってくることがありますよみたいなね話を、我々の霊界に影響を与えているからアンセスチャルサルベージが必要ですよと、まあ、簡単に言えばその霊的な向上をね促してあげる行為ですけども、それが必要ですよっていうようなね話なんかもしたんですけども、もうちょっとこれ今回はですね掘り下げてみたいと思います。で、なぜそれがエイビルガイスト化してしまうのかというと、簡単に言えば、まあそれ自身のその祖先霊自身のその霊格の低さだとか、霊界の低さ、下部層霊界ね、下部霊界の方に属しているような、まあ祖先ではですね、やはりそのあまりいい波長ではないわけですね。まあ己がいい波長じゃないからそういう状態なわけですけども、まあまさに因果応報というよりは、まあもう自分がそうだからそうだよと言うしかないんですけどもね。でもまあそんな祖先霊もですね、そういった波長になってしまったにはいろんな経緯があって、やっぱりそれはいろいろとですね、つながっている家系の影響を受けてそうなってしまったというね、経緯もあり。だからいろいろと突き詰めていくと、お互いにいろんな影響を与え合ってるんだから、まあ単純に祖先霊が悪いということでもないんですね。で、まあ、まあいいか悪いかではなくてですね、まあとにかく下部霊界にですね、いる、その祖先霊というのがやっぱりエビル返しとかしやすいということは言えるんですね。で、まあ、もともとそもそもですね、下部霊界に祖先霊がいる、その祖先霊とのつながりができるということ自体が、まあ、マイナスでありネガティブではあるのですが、
積極的にやっぱりそのね、悪影響をですね、顕現化させてしまうケースというのもあるわけです。どういうケースかというと、もうあまりにも株霊界のその霊界の状況がひどすぎて、きつすぎて、なんとかこれをしてほしいということでですね、頼るべき存在はどこかというと、そういう株損祖先霊はですね、上へ上へと上がっていく力がないものですから、とにかく現世につながっている祖先、現世につながっている子孫のところに来るんですね。なぜか。なぜかというか、まあ、必然かもしれませんけどね。上のその高度な、高次の存在とつながれないわけだから、ね、つながろうとできないし、もうそもそもそういう次元じゃないんですよね。自分のエゴイスティックな思いからと、ね、逃れられないような状況ですから、なかなか自分からそれを改心して上を向くっていうのは難しいんですね。だから、とりあえず現世次元という低次元層に生きている、ね、子孫に繋がろうというふうになるわけですね。で、まあ何をするかっていうと、いろんなメッセージを送るわけです。ね、我々生きている子孫に。メッセージといっても、守護霊様が与えてくれるような前向きで魂の向上につながるようなメッセージということではありません。伝えてくるメッセージは簡単ですよね。文句です。簡単に言えばね。クレームですね。どういうクレームかというと、苦しいと。とにかく苦しいから何とかしてくれとね。何とかしてくれと言われても困るんですけど、例えばですね、まあ、その下部層にいてね、下部層っていうのは非常に暗かったりですね、その、要は太陽の光が届かない。まあ、フィジカルの意味での太陽の光ではなくて、ここで言うのは霊流的な意味合いで、この、ね、太陽の霊流がわーっとね、太陽系のね、エネルギーがわーっとね、流れてくるようなところは暖かいわけですよ。暖かくて霊格も霊層も高いと。ところが、下に下に行くほどになんとなくこう、湿っぽくて、暗くて、薄暗くて重たくてっていうね、そういうところなんですね。だから寒い、とにかく寒いみたいなね。寒がってるようなね、祖先では結構多いんですよね。寒いみたいな。ここめっちゃ寒いみたいな。だから、ね、それで寒いのなんとかしてくれってくるわけです。そうするとですね、子孫がそれに感応する、あるいはつながるとどうなるかというと、冷え性とかね、なんかやったらと寒いんだけどね、最近。こんなあったかいのに、だって、めちゃめちゃ天気いいじゃんとかね。よくいませんか、そういう人。めっちゃ天気もいいし、みんな汗だらだらなのに、寒いとか言って。もちろん風邪ひいて寒いとかね、インフルエンザにかかったら寒い。それは別に病気のせいだかわかんないけど、そうじゃないんだけど、なんか寒いのよね、とか言って。言う人いるじゃないですか。で、まあ、冷え性でしょうなんてね、言うわけだけども、でも別に特段病院に行ったからといって治療法があるわけでもなく、ね、とりあえずお風呂入ってみたりとか、カイロで温めてみたりとか、ね、あったかいもの食べたりする。一時的にはいいけど、ずっと寒いと。まあ、そういう人はですね、もちろん病的な意味合いで寒くなってる。ただただ単純に体質の問題という可能性も高いんですけども、やっぱりね、祖先霊がメッセージとして、寒いんだよと。俺は寒いんだよと。どうにかしてくれよと。どうにかって言っても、どうにもならない部分もあるんですけども。まあ、寒い、助けて、みたいな感じでね。そうするとですね、冷え性だったりするんですね。ああ、寒い。そういう場合もあるし、例えば、まあ、そこまでね、ひどい下部層霊界じゃなくてもですね、まあ、下部霊界のご先祖様は、割とですね、現世に、こう、まあ、例えば、明治だったりとか、その、お盆の時期だったりとかね。そういう時に降りてくることがあるんですね。で、降りてくると言っても、どこでも降りてくれるわけじゃない。ね。よりしろとなるものが必要なんです。よりしろと何だろうっていうのはですね、一つは仏壇とかですね。日本で言えばですよ。日本の、その、なんでしょうね。ご先祖様に関しては、もう大体仏教でね、統一されてますから。仏教というプラットフォームの上で成り立ってるようなね。そういう時代を生きた祖先霊が多いわけなんで、そういう祖先霊は大体仏壇めがけて、そこをより知ろうとして降りてくるわけですけども、まあ最近はですね、仏壇ありませんという方も多いでしょう。ね。それどころか自分が何しようかもよくわかりませんという人もいっぱいいるんですね。位牌はありますという人はまだいいですけど、位牌もありませんと。ね。何もありません。
お墓もありません、どこ行ったか分かりませんっていう人結構多いんですね。で別にその人が別にだらしなくてそうなってるというよりは、もうなんか現代がもうすでにそういった仏教の、ね、昔は檀家制度とかもしっかりしてて、必ず一家は必ずどっかしらの宗派に属するみたいなね、制度的にそういうのがあったんですけども、今はない、もうないというか、かなり形骸化してしまっているし、ほとんどの人が知らんとうちの宗派知らんという方が多いんですね。うん、なのでそうすると仏壇も位牌もありません、お墓もよく上がりません、どこに降りてきたらいいんですかという話になる。で一つだけ方法があると、それは子孫の体をひもろぎとして降りると、つまり子孫につくということですね、簡単に言えば。そうするとよりその下部層の祖先霊とのつながりがガーッと強化されるわけですね。でそうすると何が起こるかというと、さっきみたいに例えばその祖先霊が訴えたいことを、例えば苦しかったら苦しい、その苦しみが伝わってくるわけですね。寒いとかね、あと病気で死んだとかね、病気で死んだ、もうほんなら病気で死んだって別に霊界に行ったらもうそれは関係、肉体がないから関係ないんだけども、ずっとその病気だった、病気で苦しんでた、痛かった、あるいは亡くなった時に例えば合戦でねこう切り殺されたとかね、いうようなハードコアな死に方をしているですね祖先霊もいるわけですよね。そういう祖先霊だったりすると、痛い、切られた、傷が痛いっていう感じの祖先霊がガッとこう作ったんですね。そしてエビル返しとかするとですね、痛いな、なんか背中がめっちゃ痛いんだけどとかね、あるいはやたら背中を怪我してねしまうと、うん、やたらと怪我してなんか背中いつもなんか血流してねとかあんまいないかもしれませんけど、結構そういう場合もあるんですよね。本当にやたらと同じところばっかり怪我するんだよねとか、うん、そういう場合はですね、やっぱりそういうエビル返しとかした祖先霊というね、影響を受けているという場合がありますと、うん、それはやっぱりどうしてもね、子孫をこうひもろぎとしてね降りてきた時に強化されて出やすくなってしまうというのがあります。だからまあ一応ね、まあ実家にありますとかそういう場合もあるでしょうし、必ずしもね盛大にこう仏教みたいな感じでね、今更やってくださいというわけではありませんが、やっぱりですね、どちらかというとやっぱりそういった仏壇とかね、まあ、せめて実家とか、あるいは長男の実家とか、わかんないですけど、そういうところにはあって、まあ、ある程度、ね、まあ、しっかりとしたアンセスチュアルサルベージとしての供養になっているかどうかは別にしても、一応ちゃんとやってるとですね、ちゃんとその、それの、ま、お祭りというか、そのね、供養ができていれば、そちらに行くのでね、被害が拡散しないというか、そういう部分があるわけですね。うん、なので、まあ、結構仏壇とか位牌とかあった方がいいという部分もあるわけですね。ただ、仏壇がありゃそれいいのかというとですね、仏壇がいつもあるけども、埃っぽいとかね、ずっとなんかこの、仏壇で大体扉がついてるんですけど、それが閉めっぱなしでもう何にもやってないと。あるいはお供え物もしてない。あるいは したけど、そのまま放置されていると。ね、お茶ですって検査したんだけど、3日前ぐらいのお茶がまだ上がってるとかね。で、そこに、やっぱり、それが、祖先霊が、ひもろびとして降りてくると、なんだこれと、汚っって思うわけですよね。下部層ということはもう現世次元に意識が近いですからね、そういう祖先霊は。もう上の方に行ってるようなね、上部霊界の祖先霊はいちいち降りてこないし、文句もそんなに言わないんだけども、汚いなと思ったらもう別のところにふっと帰ってしまわれるだけで。ね。まあ、もう忙しいですからね、上部霊界の人は。うん。下部霊っていうのはもう苦しいから、苦しいところにずっといるぐらいならば、なんか現世次元に行って気を紛らわした方がいいということで、まあ戻ってくることが多いですね。さあ。もちろんそれ以外でも戻ってくることはありますけども、まあ、そういう具合にね、いろいろと、こう、戻ってきたときに、いや、なんだよ、位牌汚いなとか、仏壇汚いなとか、頼むから3日前のお茶は避けてくれよとかね、そういうことが思ってて、で、なんか文句言いたいと。文句言いたいからけど、肉体はないし、伝えようがない。だから、子孫に、また、霊によって買う。つくわけですよね。いわゆるくっつくわけです。またまた祖先霊
との絆がある意味であんまりありがたくない絆が結ばれるわけですね。そうすると何が起こるかというと、文句言いたい祖先霊がかかる。そうするとですね、やたらとこうピリピリしたりとかですね、イライラしたりとかするわけですよ。そうすると何が起こるか、家の中でゴタゴタするんですね。喧嘩が起こったりとか、いつもなんか揉め事をする、いつもなんか口喧嘩ばっかりしているとか、すぐにちょっとしたことでカッとなるとかね。なんでかと、そんなに喧嘩するようなことじゃないけども、ほんの些細なことだけども、やたらとこうね、喧嘩しちゃうと。それは祖先霊がもしかするとエイビル返しとかしてね、ついてきていて、でもうなんか文句言いたくて、お前らいい加減しろよと、ね、祖先やぞ俺はみたいな私は祖先よみたいなね、わかんないけど、祖先大切にしなさいよみたいなね。ジョブレーカーの祖先はあんまりそういうこと言わないわけで、だけど株層まで降ってくるとですね、いろいろと文句言うと、ね、まあ普通の人間見てもそうじゃないですか、その非常に人格者とかそのおおらかな人というのはあんまりこうちょっとしたことで怒ったりしないし、いろいろ文句言ったりして、まあまあみたいなね、まああんまりこうね、仏壇きれいにしたいのは良くないとは思うけど、まあまあ忙しいからしょうがないよねという具合に寛容な気持ちでいるのが丈夫霊界層の特徴ですけども、株層になってくるほどそのね、やたらと人の上げ足取りとかマウントを取りたがる人っているじゃないですか現実の世界にも。そういう人はですね、株層霊のね、株層にいる祖先霊にちょっと似てますよね。だから株層の祖先でもそういう人多いんですね。人のことをこれはああすべきだろう、こうすべきだろう、ここは間違っとるって言いたいわけです。そういう人がエビル返しとかして我々にくっついてきちゃうと、その性格がですね、こう影響を受けてなんかやたらと切れやすくなったり、嫌味っぽくなったり、人のマウント取りたくなったりね、するわけですね。でまあそれが家の中でごちゃ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 もう起こる、しょうもないことで喧嘩して、これはですね、 お互いにしょうもないことで喧嘩する性格だから、もう そもそもその人たちの性格って可能性もありますけども、普段そうじゃないんだけども、なんかやたらと最近ピリピリするよねとか、やたらと喧嘩絶えないよねとか、家の中での争いが絶えないよねという、あるいはずっとうちの家計は争い絶えないよねとか、そういうのも結構ねポイントとして、祖先霊のエイビルガイストかの、ね、影響の可能性があるわけですね。なのでまあいろんなケースありますけどね、そのごたごたするだけじゃなくても、働かないでずっと一日中家で寝てるとかね、それ一時的にちょっと疲れてね、ちょっとゆっくりするわとかいうのとはまあ違いますよ。なんか知らないけど常に怠けてるみたいなね、それは祖先霊がねくっついて一緒に怠けてるという可能性もあるわけですね。だからまあいろいろあるんですけどね、でちょっと今回の話でまあ言っておきたいのは、まあ前回もアンセスチュアルサルベージのところで言いました、多少話はしたんですけど、まあ単純にね、まあ、じゃあ供養すればいいのか、ね、単純に供養すればそれで祖先霊は納得するのか、そういう祖先霊もいますけども、実は祖先霊といってもいろんな人がいてですね、いろんな影響を与えてくるんですよ。いろんな不満を持つもんなんですよ。だから通り一遍にやったらいいよという話ではないよという、ね、部分もある。まああんまりやりすぎると逆にね、なんか祖先のことばっかり気にしてそれで人生が終わってしまう、これは間違いだと思いますし、これはなんか本末転倒というか、何のために生きてるんだっけってなっちゃいますけども、でもやっぱり家の中でいろいろごたごたするっていうのは、やっぱりそのめんどくさいねちょっと言い方悪いですけど、めんどくさいね、株層の祖先霊がエイビル返しとかしているケースがあるので、そういう場合はちょっときめ細やかにねチェックしてみると、仏壇どうかなとかね、お墓どうだっけとかね、別に全部やれとかね言いたいわけではないし、全部しっかりしなさいとは言いませんが、でもやっぱりなんか異様に家の中がゴタゴタするなと感じるのであれば、一度そういうところをですね見直していろいろとチェックしてみるといいのかもしれません。ということでですね、今回はですね、まあその家の中のゴタゴタの原因ということでですね、もう少し祖先霊のエイビル返しとかというね、現象というかスピリチュアル的な現象についてですね、お話を掘り下げてみました。ということで今回もシゴスピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。
シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。